皆様こんにちは、お久しぶりです。今回なんですけど、尊敬される上司になるにはということについてちょっと話していこうと思います。僕は上司という立場ではなくて、一応部下という感じで今仕事をしていて、まあ、部下目線から考える尊敬される上司になるにはっていうことについてちょっと今回は話していこうと思います。まあ、実際にいた上司の話を今からするんですけど、この人はちょっと尊敬できないかもって思った人物が何人かいまして、まあ、僕がその大学生のバイトから今社会人になっていろんな目上の方と関わってきたんですけど、まあ、実際にいたそのあまり理想的でない上司というか、尊敬されにくい上司の方々の特徴を今から挙げていこうと思います。で、一つ目が結構忙しいアピールをする人。忙しいアピールは本当になんか誰も得しないというか、得しないですよね。忙しさを前面に出して雰囲気を悪くしてる人がほとんどで、忙しいから不機嫌になったり、適切でない言葉を周りの人に言ってしまったり、雰囲気が悪くなるんで、職場のあまり良くないなっていう風に思いますね。で、機嫌悪くならない人もいて、なんか忙しいアピールをして優越感に浸ってるような人もいるんで、自分的にその忙しくてもその忙しさを出さない方がちょっとかっこよくないっていう風に思うんですよね。忙しさ前面で余裕がない人はあまり魅力を感じる人は少ないんじゃないかなっていうふうに思いますね。やっぱ余裕があった方が人間として魅力的だなと思うので、まあそれは忙しさをあえて出さないっていうのはプラスなんじゃないかなと思います。次に、仕事できますみたいなことを自分で言ってしまう人がいるんですけど、仕事できるできないはどうでもいいって言ったら変ですけど、一人でできる仕事量は結構限られてると思うので、別に一人だけで会社を回してるわけではないので、別にあなたがいなくても誰か他の代わりの人がやるから、そんな仕事できるっていう風に威張らない方が賢明なんじゃないかなっていう風に思うんですよね。まあ結構いろんな本とかで書かれてるんですけど、スティーブ・ジョブズでさえ代わりの人がいたので、本当に一個人でできる仕事量って限られてると思うので、仕事できるって自称する人は総じて変な人しかいないっていうのがちょっと率直な感想で、ただエクセルをいじれるだけで仕事ができるとか、パワーポイントを使えるだけで仕事ができるって人が前にいて、これってちょっとどうなのっていうのがあってたんですよね。今時 Excel とか PowerPoint なんて大学の授業で習うので、みんなそんな使えるんじゃない？なんか多分その人の周りに Excel や PowerPoint を使えない人が多くて、てか使える人がいなくて自分だけ使えるっていう状況だと思うんで、まあ、それはそれでかわいそうなんですけど、その人が見てる世界が狭いというか、エクセルできる人なんてゴロゴロいるわけで、まあエクセルに関しても関数とかあんまりよく分かってなくて、足し算引き算割り算掛け算ができるぐらいで、なんかそこまで、ああそうなんですねっていう風に流してたんですけど、あとまあパワーポイントを使えるから仕事ができますみたいな人も、パワーポイントって基本的に割と短くまとめるようなもので、そこで自分で説明するような使い方をする人が多いと思うんですけど、なんかその人はパワーポイントにびっしり文章を詰め込んで書いててプレゼンしたって言ってたんで、おーって思いましたね。ビビりました。仕事ができる自称する人は、まあ総じてなんか見てる世界が狭いというか、もっとできる人いるよっていう風に思うんですよね。次は、残業イコール頑張ってるアピールをする人。残業って別に頑張ってるというか、自分がサボった分残業しているわけで、自分が全力で勤務時間内に仕事を終わらせる努力を怠っているっていう時間なので、別に頑張ってるというか、まあ、頑張ってるんでしょうけど、もっと効率よくことをしない人なのかなっていうふうに思いますね。これだけ残業が悪だっていう風潮が広まってる中で、進んで残業というか、勤務時間内に終わらせる努力をしないで残業しちゃってる人はナンセンスなのかなっていう風に思いますね。でも一部の人は本当にブラック企業で到底終わらないような仕事の量を課されて残業しちゃってるって人もいるんで、そういう人たちはまあしょうがないのかなっていう風に思うんですけど、ブラック企業に勤めてる人以外は残業して頑張ってるからみたいなアピールは
はちょっとやめた方がいいんじゃないかなっていうふうに思いますね。時代に合ってないですよね。最後なんですけど、自分語りが多すぎる人が僕の周りでしたね。社会人になってからなんですけど、その自分語りが多いのは本当に迷惑で、聞きたくないことまで聞かなきゃいけなくて、聞いてないと不機嫌になったりする人もいるんで、自分語りって誰もハッピーにならないというか、まあ多分話してる側は気持ちよくなってるんですよね。人とのコミュニケーションデメリットメリットを考えるのは良くないんですけど、自分語りが多い人は得られる情報も少ないし、時間も無駄にしてしまうし、マイナス要素が多いのかなっていうふうに思います。聞いてる側の余裕がない時は本当に腹が立ってしょうがないんですよね。例えば今日ちょっと気分優れないなって時に自分語りされたらうるせえなっていう風に思うんですよ。でもそういった人ってなんかずっとそうなんですよね、きっと。社会人になってから始まったことじゃなくて、でも学生時代から人の話を聞かないような感じで過ごしてきて、それが社会人になってかなり目に見える形で現れてきてしまったのではないかなっていう風に思います。今挙げた3つぐらい、僕の周りにいた実際のその上司の特徴をちょっと上げていったんですけど、逆にまあこういった上司にならないためにはどうしたらいいのかっていうのもこの動画で触れていきたいと思います。でも単純な話、今さっき挙げたような特徴をやらなければそういう上司になりにくい、そういう上司というのは尊敬されない上司になりにくいんじゃないかなっていうふうに思うんで、まあ、単純な話そういうことですよね。まあ、例えば、まあ、頑張ってるとか、まあ、仕事をできる自称しちゃう人は、今さっき挙げたような特徴を、まあ、やらなければ尊敬される上司になれるんじゃないかな。尊敬されるまでいかないにしても尊敬されない上司になりにくいんじゃないかなっていうふうに思うので、まあ、単純な話それらをやらなければいいと。根本的に考えて、努力だったり仕事ができるっていうのは他者評価なので、自分で評価する自己評価する要素ではないんですよね。もうそこがもう間違っているんで、そういう人は多分早急に直した方がいいんじゃないかなと思いますね。頑張ってる仕事ができるは他者から評価されることなので、自分から自称することではないです。まあでも忙しいアピールもそうですよね。やっぱ忙しいアピールをしちゃう人もいて、まあ逆に本当に忙しいんだけど忙しさを見せずにみんなと今まで普通通りに接してくれる人もいるので、やっぱ上には上がいるっていう考え方、すごく謙虚な人間になるのに必要な考え方だなと思います。なので忙しいアピールをする人はできるだけ隠した方が絶対にかっこいいと思うんで、やめた方がいいですね。自分語りが多い人はちょっと言葉があれなんですけど、自分語りって本当に語ってる人だけが気持ちよくなる、本当に自慰行為なんですよね。まあ自慰行為人前でやるかっていう話なんですよね。人前で自慰行為なんて絶対に NG じゃないですか。だから早急にやめた方がいいんじゃないかなというふうに思いますね。まあ今回の話をまとめると、まあ、忙しいアピールをしない、自分で仕事ができる頑張ってるっていう風に口に出して言わない、またそれらを表に出して雰囲気として感じさせない、で残業イコール頑張ってるみたいな雰囲気を出さない、で自分語りはほどほどにというか全くしない方がいいと思うんですよね。自分からは人に聞かれてならまだしもなんですけど、自分語りが多すぎないというか自分語りをほとんどしない、これらの4つを意識すると割といい感じのその上司になれるんじゃないかなっていうふうに、自分の体験談に基づいて、まあ、自分が上司になった時に、まあ、これらのことを絶対に意識しようっていうふうに思います。で、まあ、今現在上司という立場にいる人でこれらが当てはまったら多分きついですね。当てはまってることに気づかないと思うんですよね、こういう人間っていうのは。なので結構救いようがないというか、その場で相手に言われないと多分気づかないと思うんで、この動画を見てもあ俺は違うわっていう風に思う人はたくさんいると思うんで、まあそれもそれで難しいところですよね。ということで今回の動画は以上です。この動画がいいと思ったらグッドボタンと、チャンネル登録の方もお願いいたします。それでは失礼します。